がする。パッツンの時が切り立てが一番可愛い。切り立てが一番可愛いので歌唱力の結構直前に切ってきました。可愛すぎ。こんな感じです今回の髪型。今日のボイトレマジで楽しかった今日もめちゃくちゃ楽しかった。もう最高でした。ボイトレの先生にもね褒めてもらったということで、まあ今日8時からショールームしてるんですけど、8時に私の YouTube が投稿されてます同時開始マンです。2本目がついに今日上がりました。いやスマホで撮った動画なんでね、思ったより画質が悪くて私びっくりしちゃった。多分あれ以降は全部カメラで撮ったはずだけど、あの動画は多分9月くらいに撮ってるのでまだスマホで撮ってます。もう2ヶ月も経ってるんですけど、撮ってから髪短いですもん。ちょっとね携帯で撮ってあるんでむちゃくちゃ画質悪いところあるんですけど許してください。今後そういうことがなくなっていきます。腰つべ頑張ってます。ちょっとね3本目すぐ上げられるようにしなきゃ。ちょっとね調整とかがあったから、2本目はさ初めての料理動画だからめっちゃ調整が時間かかっちゃったけど、2回目は料理動画2本目はもうちょっと早く上げられると思います。まあまたちょっとお直ししなきゃいけないんだけど。ところでさ、見て、新しい下地がついに届いたのをネットで買ったんだけど、可愛すぎない？パッケージが。何これかわいい。出会ってしまったんですね。かわいい。マジでめっちゃかわいいな。ほらここから私の顔はこれでできます。定価4000円弱ぐらい、ちょっとお高めです。今日からありがとう。こんばんは。そうずっと言ってたやつやっと届いてね、今日使ってみ、アップの落とすとこだった。今日使ってみました、ね、お肌ねすごい綺麗な感じで。今日ねファンデーション塗ってないの。ファンデーション塗ってなくてこれ下地だけなんですけど、めちゃくちゃお肌綺麗。いい買い物した。高かったけどマジで高かった。怖いよ化粧品ね。あんまこの形見いいよね。かわいい。なんかこの形はなんかボール&ジョーだなーって感じよいしょ。まあでも今日の話といったら、もう美容院に行ったこととボイトレがもう重くし楽しかったことしかないんだけど、あと最近めちゃくちゃヘルシー。私の食事今日ねやばいで。今日のヘルシーさ半端じゃない。今日は朝カフェオレとリンゴを食べて、昼さつまいものちっちゃいやつと豆乳のスープとキムチとみかんで、夜がプロテインヨーグルトとバナナとサラダ。むっちゃヘルシー。今日ちょっとタンパク質少ないかな。40ぐらいしか取れてないかも。まあしょうがないですねまあしょうがないですね。ちょっそうカフェオレをさ牛乳じゃなくて豆乳に変えて頑張って飲んでみようかなってさ最近思ってんだけどさ、いかんせん豆乳がさ飲み物として飲むのは好きじゃないのよ。料理に使うのは好きなんだけど、スープにしたりシチューにしたりするのは好きなんだけど、いかんせん飲み物として豆乳を飲むのが嫌いなのでちょっと困っていますでもブラックでコーヒー飲むくらいなら飲まなくていいからさ、ちょっと美味しく飲めんかな。こんばんは、こんばんは。あと今日録画してた昨日のなんだっけ歌番組の名前どうするしちゃった。昨日の歌番組なんだっけ、あれを見ました。 AKB の部分、 AKB のとこにボボボボボって飛んで見ました。ナナさんのそうベストアーティスト、ナナさんの歌い出しめっちゃてかナナさんの歌い出しの一番最初のそのカメラのカット割りが左側にゆいさんで右側にゆきりんさんで、なんかもう最強の夫人でしたね。ナナさん、ゆいさん、ゆきりんさんみたいな、めっちゃ強でしためちゃくちゃ可愛かった。みんな衣装好きだからさ、多分ティーチャーの衣装なんだけど、めちゃくちゃ可愛かった。あと歌が上手だったね。じゃああんな素晴らしいお方と対決しなきゃいけないなんてっていう思いで見てましたまあ決勝に行ったらの話ですけど、私はもうなんか行く気満々なので行けたらいいなと思っています。私と全く同じこと言ってたわれた。同じこと言ってた。心が通じ合ってるね。いやーなんて強い、もうだって最強のさ3人じゃん。ナナさん、ゆりさん、イケリンさん、もう強い以外の言葉が思い浮かばないぐらい素晴らしい。マジで最強だった可愛かったなゆりさんが出てきた時画面に近づいて手振っちゃった。ゆりさんってやってることがファンの皆さんと同じ。ファンの皆さんでももうちょっと大人に歌番組見るわ。赤ちゃんみたいな見方しちゃった。私3歳児だったわ。テレビの前ではテレビの前で3歳児になっちゃう。よかったですね、とっても。AKB の出番も最高でした。サイリン今日顔シュッとしてるね。そうなの、マジで昨日からもうラストスパートかけてるんです、ダイエットの。したらねめっちゃ顔痩せたの、最高です。今ペン手元にないじゃん今ノートに今日の夕飯のカロリー書こうと思ってたのに今ペンないから後で書きます。多分今日の総摂取カロリーは850キロカロリーぐらい。めっちゃ少ないな。 AKB 以外のは頭のなんかメドレー23の「メイクハッピー」とか「パプリカ」とかが入ってたブロックとセカオワさんとAKB と何見たかな、飛ばし見たんだよね。見たいとこだけ見るつまみ食いスタイルでやっちゃったんだけど、でまだ途中までしか見てない。今んとこそれぐらいかな、でも見たの。まだね終わりまで行けてないんです私。あ、クリスマスの生写真見てくださいましたか？ありがとうございます。さえは今回赤のサンタ服を着ています。なんか帽子の感じがすごい微妙だったんだけど、生写真見たらまあ顔の調子はそんな悪くなかったんですけどそう帽子の調子はあんまり良くなかった。あ、リサさんも見たわ。クレンゲとホムラホムラのことでホマレって言っちゃうんだよね。ちょっとあかん。そうで私クレンゲしか聞いてない。ホムラはもうなんか聞くとさ泣いちゃうから、ちょっと最近泣いていい時しか泣かないようにしてるからちょっと今日はベストアーティスト見てたのが食事中だったので飛ばしました。泣いちゃうからね、すぐ泣いちゃうからさダメよ。秒で泣いた。なんか曲もまあ曲自体もすごいいい曲なんですけど、なんて言うんだろう、鬼滅の刃の映画とか原作を読んだり見たりした上で聞くともうなんか全てがもう無理みたいな感じです。もう涙腺崩壊祭りみたいな開催されますね。もうすぐ最終回集まり、確かにそうですね。そういえばいつの間にかうちにあった鬼滅の刃兄ちゃん持って帰ったな知らぬ間になくなってたわ。いつも置いてあった場所今見たらなかった。そういえば気づいたらなくなってたな。なんか兄ちゃんはもうなんか出たら家にすぐ届くようにしてるって言ったもう何もせずとも届くように全部予約してあるって言ってめっちゃ笑った。強いと思って。あ、アイズワンの皆さんのやつも見たパフォーマンス。アイズワン好きだから「後ろから」ってやつそう今私の携帯の待ち受けをひーちゃんにして、あでロック画面をひーちゃんにして待ち受けをあいつらのうんびさんにしてるんですよ。だからもうその2人を目指して今ダイエット頑張っていると。ストイックさ的にはひーちゃんを目指してるんですけど、骨格的にはこう痩せ方が多分うんびさんと一緒なので、うんびさんに近づけたらいいなっていうあれで2人をあれにしてる。で推しはね決められないんですよ。アイスはみんな可愛くてみんな好きで、ちょっとみんな好きですチェオンちゃんとかでも顔はチェオンちゃんが好きかな。誰だろう私が一番好きなの。みんな好きなんだよな。ちょっとじゃあ推し決めるの2月だからさ、うん、決められないけどめっちゃみんな好きです。なんかもうみんな好きみんな好き。決められません。でもみんな総じて言えるのはみんな細いので、ちょっとでもこう近づけたらいいなと思って。私 K-POP の方マジで一人も分からないぐらいだったんで、全員ちゃんと曲も聴いたりとかメンバーも分かるのはIZ*ONEだけですね。そう全然分かんない K-POP の流行りがあ、でも YouTube で高橋樹里さんの動画は見てます。なんかすごいめちゃ勉強になる。ダイエットの仕方とかメイク方法とかなんかめちゃくちゃ参考になるから見てます。今ロケットパンチっていうところにいらっしゃるのかな。それでそのロケットパンチさんの公式チャンネルでそのジュリさんが動画上げてらしてめっちゃ勉強になる。私のおすすめはTWICE。 でもTWICEさんはももさんがめちゃくちゃ好きで、曲はあんま分かんないんだけどTikTok で流れてくる曲とかしか分かんないんだけど、お顔はマジでももさんが超好きで、メイクとかめちゃくちゃ参考にさせていただいています。この顔になれたらマジでハッピーだなと思ってメイクしてますそうちょっと似てる。本当に嬉しい。ちょっとね今日前髪とか近づけたの似てないって言われるの嫌だったから言わなかったんだけど、マジもうちょっとさ目大きくなればさもっと近づけるんだけど、目がさマジでさ豆粒だからちょっとあれなんだけど嬉しいねそう今回ね触覚をちょっと変えまして、ちょっとみんな私の前髪事情興味ないかもしれないけど聞いて、みんな聞いて私の前髪事情。これじゃないよ君いなくなって。で普段は今まではこれだったんですよ。触覚がこれだけだったんですけど、この第二触覚を作りまして、この短いやつでもう一個触覚を作ったんです。でマジでこれが超可愛くて、ちょっとこっちが巻きが取れちゃったのでもうあれなのでこっちで紹介しようと。私の前髪みんな興味ないかもしれないけど、今日私のこだわりのカットだから美容師さんにめっちゃ熱弁して切ってもらってるから、ちょっとみんな興味ないけど見て。これ第一触覚、第二触覚、ほら2段階にしてもらったの。可愛いでしょ。そうこれはまあ誰を参考にしたかというと TWICE のももさんですね。あと重めの前髪にしたんですよ今回。軽いパッツンじゃなくて結構重めのパッツンにしたんですけど、これも誰を参考にしたかというと TWICE のももさんですねそう実はそういうことだったんですね。なんかもっとでもももさんにもっと近づくにはもっと痩せて、あとまつげを長くしなきゃいけない。そう首細い。そう首痩せました首こういうねあんま首元が開く服さえ普段着ないのであれだけど、でもさ首短いんだよね。首細くなりました。痩せました。この辺痩せました。私ちょっとでもじゃあちょっと鎖骨が出ないタイプの人間なんですけど、あんまりこう鎖骨こう出していかないと鎖骨出てこないタイプの骨格なんですけど、そう嬉しいな。でもね韓国のアイドルさんについて全く私さ K-POP にハマったことがなくてマジ知らなくて、IZ*ONE にひーちゃんとかがなってからなんかその IZ*ONE を見ているうちに知ったんですけど、なんか常に活動してるわけじゃなくてみたいなのを最近知りました。日本のアイドルはさ結構常に活動してるけど、韓国のアイドルさんはまあなんか曲を出したら23ヶ月くらいめちゃくちゃ多忙な日々を過ごして、また一旦こう休止期間みたいなのを取って、でまた曲出したら23ヶ月バーってやってみたいな、そうそうカムバっていうんですけど、そういうのを知って、だからみんな韓国のアイドルさんはそのカムバに向けてむちゃくちゃ体型とか絞り込むんですよ。でその活動期間はマジ激細のまま過ごすみたいな。で私にとって今回の歌唱力ちょっとカムバだから調子に乗るなって話なんだけど、久しぶりのね、私にとって久しぶりのステージなので、ちょっと韓国のアイドルさんぐらいめっちゃストイックにやって、まあ、ちょっと韓国のアイドルさんほどストイックにはできてないんですけど、韓国のアイドルさんは本当にストイックの次元が違うのであれなんですけど、ちょっとでも細い私で出たいなっていう気持ちでダイエット頑張っている。モチベーション維持頑張っています。そう、韓国のアイドルさんのねダイエット本当になんかやばい。私は真似できない。そう、さすがに真似できないので私流でやっています。歌唱力がカムバなのめちゃくちゃ笑った。マジでだってさ、10ヶ月ぶりくらいのステージですよ。頑張らなきゃいけない。ちなみにTWICE のそのサイが好きなモモさんは一番やばいだったら7日間ぐらい氷しか食べずにめちゃくちゃハードな運動をして体重を落とすっていう、絶対に真似できないダイエットしてたこともあるらしいです。初見さんこんにちは、はじめまして。それはできないのでちょっとあれなんですけど、そう、まあその健康被害がないように私は頑張っています。今はね、もうTWICEさん筋トレっていうかさ、筋肉もムキムキだしさ、細いからさ、みんなマジでなんか全人類が憧れる体型してるんですよ、メンバーみんな。なんですけど、そのデビューの時はやっぱ体重何キロ以下じゃないとデビューできないみたいな、こうやっぱ厳しい決まり事があるらしくって、韓国の事務所って。そのために落としたって言ってました。ちょっとすごいよね。なんか1週間で7キロ落とせって言われたって言ってたかな。でもさ、そんなさ氷だけのさ生活7日間してさ、超ハードな運動とかしてもさ7キロ落ちなかったって言ってた。であと3日くださいって言ってマイナス7キロ成功させたって言ってて、もう美味しいものいっぱい食べてくださいって気持ちになるよね、そんな話を聞くともういっぱい食べてくださいって思っちゃうね。心配になっちゃう。まあでも今私のやってるダイエットは、最後のラストスパートは IU ダイエットって言って、IU さんっていうねアーティストの方かな、アイドルじゃなくて韓国のねアーティストの方がやってらっしゃるのか分からないけど、ダイエットでそのずっとやる食生活じゃなくて、なんかすごい大事なイベントとかそのお仕事がある時のなんか5日前からやるダイエットなんですけど、朝りんご1個、昼さつまいも1個またはバナナ2本、夜はプロテインシェイクっていう生活らしいんですよ。まあ、でもそれはちょっと私には合わないので、健康被害が起きてしまうのでちょっと改良して、まあ、牛乳さマジで骨もなんか骨密度みたいなやつって結構やばくて、まあ骨折したことは幸いないんですけど骨密度があんまないので、ちょっと牛乳をカルシウムをどうしても取ろうと思って、朝カフェオレを足してるのと、昼と夜にサラダ足してます。そう、サラダはまあ20キロカロリーぐらいしかなくて、マジほぼ水なんでなのに食物繊維とかは取れるから、そうちょっと改良して今それをやっています。そうするとね、マジね、でみかんは1日1個までっていうルールを設けました。さやはすぐ食べ過ぎてしまうので、果物も太るからね、ちゃんと制約をつけたので、そういう生活をしてると1日800キロカロリー前後に抑えられるので、まあ、痩せてくれないかなっていう気持ちですサラダは基本的にちくわかカニカマを入れて、ちょっと少しでもねタンパク質を取ろうとしてるんですけど、でそれを細かく切ってサラダで混ぜることによって、カニカマとかちくわの塩味でドレッシングなしでサラダが食べられるんですよ。でそれがあんまり入れない時とか量が少ない時はちょっとだけポン酢をかけて食べます。酢は体にいいからかけすぎないようにして、そうやっています。まああまりね、その体にいい食生活じゃないので、私は3日か4日ぐらいにしようと思ってるんですけど、今日26でしょ。そうね、27、28、29、30、まあ意外と続いちゃいますけどでも直前はもうちょっと食べようかなと思ってます。体力つけなきゃいけないから。歌うのマジ疲れるんですよ今日さ、ボイトレさ、ご飯の後、お昼ご飯食べた後に行ったんですけど、ボイトレ終わった後の空腹がすごかった。お腹が空いたと思って、まあ、その後ね、容赦なく私は美容院に行ったので何も食べない。なんかもう夜ご飯さっき食べたんですけど、マジでお腹空きすぎてやばかった。あ、お腹が空きましたって感じでしたそう、今日はね、今日そんなかな、 2.5 キロくらいしか歩いてないような気がする。そんなに頑張れなかった。美容院が思ったより押したので、時間かかったのでまっすぐ帰ってきちゃった、歩かずに夕飯作んなきゃっつって、あと YouTube の準備しなきゃっつって急いで帰ってきたから、そんな歩けなかったです。行きだけだね、ちゃんと歩いたのはね。 あとね今日はこの前ボイトレ行った日いつだ、じゃあ火曜日か、火曜日違うな、その前か、17日わかんない、いつかさボイトレ行った時マジですごい寒くてさ死にそうだったんだけど、今日はそんなに寒くなくて全然死にそうにならなくて最高の一日でしたでも明日何にもないんですよ私。だから明日 YouTube の編集ガってやって、で明後日の土曜日はまたボイトレがラストです。歌唱力前ラストのボイトレが埋め込まれているので、そこで最終仕上げして、で日曜日にまつげパーマをしに行って、まつげをグリンと上げてもらって、で30日に東京に行くのかどうかは全くわからないですが、まあ、前日は予定を空けています。何があってもいいように。体調崩してもいけないからね、前日はお家でゆっくり過ごそうと思って、前日以外はせわしなく動くと、まあ、とにかく明日どれだけ YouTube を進められるか。明日動画撮りたいな。何作ろう、ダイエットレシピにするか。ダイエットしてるから、ちょっと聞いて、先週か先々週ぐらい、先々週かな、 YouTube の動画撮りまくり習慣があったんですけど、マジでやっぱ自分でお菓子作ると食べたくなっちゃうんですよ。だからその期間めっちゃお菓子食べちゃったんですけど、太ってないからすごいそうやっぱ作ると食べたくなっちゃうので、この時期はちょっとダイエットレシピの紹介とかにしようかな。撮るとしたら、もしちょっといや食べたくなっちゃうね。なんか動画でこう食べてるシーンも撮るじゃないですか。そうするとやっぱリミッターが外れて食べたいってなっちゃうんですよね。困っちゃう。それは困っちゃう。でも最初の自己紹介動画でダイエットのレシピも紹介するやでって言ってたので、早めにやろうかなと思います。まあ投稿はまだまだ先になると思います。ちょっとストックが結構あるので、そうダイエットレシピが出るのはもうちょっと先かなと思うんですけど、まあでもストック無視して先にあげたり、順番ぐっちゃぐちゃであげたりすると思うので、私の髪の毛の長さが行ったり来たりするとは思いますが、みんな気にしないでください。伊達巻きのレシピね、伊達巻きはもうちょっとお正月近くなってか12月の後半とかにしようかな。みんなお正月におせち食おうぜっていう動画にしようかな、もし作るとしたら。そうね。でもさ、本当はさ毎日のように動画を上げたいんだけどさ、やっぱ料理の動画ってさ手間がむちゃくちゃかかるんですよ、録画の収録の。だから毎日はちょっと厳しいよね。ゲーム実況とかだったら毎日上げられるんだけど、料理動画1本撮るのにさ2時間ぐらいかかっちゃったりするやつとかあるからさ、お菓子作りとかだと特になかなか厳しいよねって思っています。以上。今日聞いてよ、起きてかわいら。そんな言ってた？無意識のうちやで。無理なくやってください。無理なくやります。当日って朝からずっとリハなのか、どうなんだろう。でも放送6時半からですよね多分。でも全員分のリハやんなきゃいけないから朝早くからじゃないですかね。どうだろうか YouTube 見たら食べたくなった。 ありがとうございます。皆さん、じゃあもうそろそろね30分余裕で経ってるので、びっくりしちゃった。35分だった。終わりにするんですけど、ぜひぜひ終わったら YouTube 見てください。まあちょっと正直ですけど、今回の動画あんまちょっとまあカメラがスマホっていうこともあって画質があんまり良くないので、編集とかもね最初の方にした編集だからさ、期待値は高くしないでゆるっと見ていただけたらと思います。まあ、まだ始めたばっかだからね、温かいコメントを書いてくれると嬉しいです。さえちゃんの心が折れちゃうので、みんな温かいコメントください。ではランキングで終わりにします。13位ともちさんありがとうございます。12位さとちゃんありがとうございます。11位かむさむにだ韓国からありがとうございます。10位やすさんありがとうございます。9位マンダリンさんありがとうございます。8位けんすりセブンさんありがとうございます。7位けんけんさんありがとうございます。6位大韓さんありがとうございます。5位はさっぴさんありがとうございます。4位オクスノーさんありがとうございます。3位アンディさんありがとうございます。2とめさんありがとうございます。7位はチュンチュンさんありがとうございます。イエーイ。皆さんありがとうございました。ありがとう。では皆さんYouTube よろしくお願いします。バイバーイ。